いけばなの展示は勝山武家屋敷館で3月3日から始まっています。この展示は勝山地域の小原流有志が勝山のおひな祭りが始まった頃から毎年行っていて、20年以上武家屋敷館に彩りを添えています。今年のおひな祭りは新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となりましたが、勝山を訪れた人たちに少しでも華やかな雰囲気を楽しんでもらいたいという思いが込められています。有志の皆さんによりますと、作品作りについては打ち合わせをしないそうで、同じ花材を使っていても生け方の違いや作品に合わせた小物の使い方など、お互いの個性を楽しみながら毎年展示をしているということです。勝山武家屋敷館は1年でこの時期しか見ることができない華やかな武家屋敷に足を運んでほしいと話しています。勝山武家屋敷館のいけばなの展示は3月7日月曜日まで見ることができます。